おはよう。テラちゃん。テラちゃん。この時間は雑誌週刊文春電子版コンテンツディレクター村井源さんに今日発売の週刊文春から記事をご紹介いただきます。村井さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。村井さんが携わります電子版、一日早く記事読めるんですよね。はい、雑誌発売日の前日の正午には記事はすべて出ておりますので、はい、こちらもぜひチェックをしていただければと思います。はい。さあ、それでは今朝も記事紹介していただきます。まずはこちら。公明エリート候補は自身の成功動画を違法公開。岸田ハレンチ政権裏の顔を打つ。自民党細田議長のセクハラと違法買収に18歳とのパパ活が報じられた吉川赳衆議院議員とハレンチなこのスキャンダルがですね、相次ぐ自民党ですが、村井さん、今回公明党ですか？はい、そうなんですね。まずは岸田政権と連立を組むですね、公明党の石井啓一幹事長についてなんですけれども、はい、細田議長についてですね、表立って擁護するような言葉を言っていますよね。はい、例えば細田さんのセクハラ問題についてですね、事実が確定されているわけではないと、で 5W1H が明らかにされることが必要だというふうにコメントをしています。はい、この発言についてですね、セクハラ問題に詳しい伊藤和子弁護士はこのように言ってますね。はい、5W1H がですね、身元の特定につながることを恐れる被害者も多いんだと。はい、で厚労省もですね、セクハラ対策でプライバシーを保護するために必要な措置を講じることも定めているかと。つまりですね、その被害を軽視するような発言をするというのは、非常に問題であるというふうに伊藤弁護士は言っておりまして、はい、本当にその通りだと思いますよね。自民党と連立を組む公明党ですから、そういう発言につながったのかもしれませんが、難しいですよね、これね。そうですね。公明党をですね、巡る問題っていうのはまだありまして、はい、今回の記事のメインテーマはそこにはあるんですけれども、実はですね、公明党といえばですね、クリーンで高い倫理観に基づく政治というものをメインのですね、テーマとして歌ってきたわけですけれども、はい、実はその裏の顔というのがあったという話でして、この間の衆院選でですね、比例代表で東京ブロックから立候補した大沼信孝氏というような人物がいるんですけれども、彼はですね、新という名義でですね、およそ2年前にツイッターアカウントを開設しているんですね。はい、でそのツイッターアカウントがですね、驚くべきことにですね、無修正の成功する動画ですとか、はい、そのいわゆるいかがしい写真をですね、大量に投稿するアカウントだったんですね。さらにはですね、自分自身が、そういった行為をしている動画というのも投稿してきた。で本人がですね、出演しているそういう無修正の動画を投稿した日付を確認すると、なんとですね、衆議院選挙の公示日だったんですね。これだから法律的にも問題があると専門家のコメント出てますけども、この大沼さんという人、なぜこういうことをしたんでしょう？はい、それを聞くべくですね、記者が本人を直撃したところ、最終的に事実を認めましてですね、はい、その法律に引っかかるって分からなかったと。で、ツイッター社が良くないと判断すれば勝手に止められると思ってたというようなことを言ってたんですね。ちょっとこれはもう、国会議員を志す人間としてはちょっともなかなか信じがたいようなコメントではあるんですけれども、そうですね、はい、法律に抵触するならですね、ツイートはやめるというふうに語ってはいたものの、その直後ですね、特に何の説明もなく彼のアカウントというのは削除されました。はい、で公明党にですね、その後週刊文春問い合わせをしたところ、事実を確認しまして、その懲戒処分である、懲戒免職というものに、大沼さんはなりましてですね、はい、本人も離党届を提出して、比例の名簿からも削除されたということですね。はい、さあ続いてはこちら行きましょう。オフショットは俺にしか撮らせない、大麻逮捕、富士局員は中居正広の右腕だった。先週水曜日、乾燥大麻およそ80グラムを所持していたとして、フジテレビの元局員の小林正彦容疑者が警視庁に逮捕されました。村井さん、この人物が中居正広さんの右腕ということですか？はい、そうだったんですよね。で先月ですね、中居さんが有料のファンサイトというものを立ち上げたんですけれども、その立ち上げのタイミングと時を同じくしてですね、小林容疑者もフジテレビを実は退職していました。辞めたんですか？はい、辞めてたんですね。で中居さんがですね、そのファンサイトの中で、オリジナルの動画みたいなものを出しているんですが、その動画制作の重要な役割を果たしていたのがこの小林容疑者だったんですね。はい、で実は小林容疑者はですね、フジテレビでバラエティ畑が非常に長く、スマップスマップの担当もしていたことがあったと。はい、
で、このスマスマで2人が出会って、それで師弟関係を結ぶようになったというふうに。師弟関係ですか。はい、もう本当に中井さんのことをですね、もう師匠のように慕っていたと。で、あの中井さんも小林容疑者のことを本当に弟のように可愛がっていたということなんですよね。はい。で、小林容疑者もですね、まあ、あのフジテレビの局内で、中井さんは本当に気難しい人なんだと。あの信頼している人にしかオフショットを撮らせないと。でも俺は信頼されているから、プライベートでいつでもカメラを回せるんだというふうに自慢をしてたと思うんですね。でもそんな弟分だった小林容疑者が大麻を持っていたってわけなんですね。はい、そうなんですね。まあ、そういう中井さんの弟分を演じている片方、もう一つの顔がありまして、はい、小林容疑者をですね、古くからよく知る仲間によると、小林容疑者は違法ドラッグにもう10年ほど前から手を染め始めていたと。はい。まあ、今回逮捕はタイマーだったわけですけれども、まあ、それだけじゃなくてですね、LSD とか、まあ、そういうケミカルドラッグにも手を出していたというふうに言われています。はい、で、まあ、小林容疑者独身ですので、ホテルを転々とする生活を送っていたようなんですが、まあ、ホテルの部屋でですね、その薬を使用するので、大麻の匂いがですね、部屋に残らないように、必ずベランダがある部屋っていうのを選んでいたと。あと、LSD をですね、舌の上で溶かして観覧車の夜景を見るとキラキラしてすげえんだ、みたいなことをですね、興奮した様子で語っていたこともあったそうなんですね。まあ、そういうことで薬漬けになっていく一方でですね、もう生活はすさんでいってまして、はい、このドラッグと、そしてもう一個ギャンブルも好きなそうなんですけど、まあ、この二つの無限ループに陥ってしまっていたと。で、ネットカジノにですね、お金をつぎ込んで1000万円単位の返済が滞ったことが会社にバレてしまいまして、はい、もう最近はですね、制作の現場からは外されて、デスクワークを送っていたということなんですね。で、まあ、それが先ほど述べた退職にもつながっていくわけなんですけれども、はい、まあ、そんな事務作業だけじゃつまんないと、現場の仕事がしたいという理由で、あの先月フジテレビに退職の意向を示していたということなんですね。村井さん、これ今後の捜査はどうなっていくんでしょう。あの小林容疑者はですね、所持していた大麻の量は80グラムと、はい、まあ、これですね、個人で使用するにはあまりに多い量なんですね。でなのでですね、まあ、売買に関わっていた可能性もあるというふうに捜査関係者は見ていまして、まあ、警視庁の本部もですね、あの捜査支援乗り出していて、まあ、あの売買の方についても調べているということですね。はい、なので、まあ、共犯者ですとか、まあ、売買組織の中枢に向けた捜査が今行われているという情報がありますね。はい、さあ続いてはですね、特大ワイドまさかやからこちら。いきなりステーキ、業績悪化で料理用手袋は片手だけに。人気ステーキチェーンいきなりステーキの元社員 A 氏から労働環境が過酷と、村井さん、告発があったそうですね。はい、そうなんですね。で、週刊文春はですね、これまで結構あのくら寿司とか、はい、まあ、外食チェーンでですね、まあ、非常に辛い環境に置かれている店員の声というものをまあ伝えてきました。はい、で、一番最初にくら寿司の店長がまあパワハラを苦に自殺したという記事があったんですけれども、まあ、それ以降ですね、結構多くの外食チェーンに勤務する従業員の方から、まあ、悲痛な告発電話が編集部に届いてるんですね。はい、で、いきなりステーキも、まあ、その一つなんですけれども、まあ、実はですね、ここ数年運営するペッパーフード社っていうのは、ね、非常に業績不振に喘いでいるらしくてですね、あと2019年には500店舗ぐらいあったわけですけれども、なんと現在215店舗にまで減っているという状況なんですが、まあ、そうした苦境の中でですね、この同社に料理用ビニール手袋は片手だけに着用して調理せよという指令が降りてきたんですね。で、現役のアルバイトの方に聞くと、その理由は手袋の価格が高騰したからと、つまりまあ経費削減が理由だというと、ね、ってことは、これおそらくですけど、利き腕だけにしなさいとか、そういうことなんですかね。そうですね。でもこの原材料の高騰です、飲食店大変苦しい状況、これは分かるんですけど、村井さん、ついに手袋まで来たんですかね。はい、まあ、そこまで削減しなきゃいけないというのは結構大変だなと思うんですが、まあ、衛生上ですね、手袋をしないとやっぱ食材は触れない、はい、片手でしかできないという状況なので、まあ、非常に非効率だと、はい、で今回告発をしてくれたあの元従業員の方はですね、まあ、やむを得ずですね、まあ、ピーク時は両手に手袋してたんですね、もう時間もかかっちゃうし汚いからと、はい、そしたらですね、監視カメラでその状況を見ていた上司からですね、当てがルールだから外しなさいという電話がかかってきたと。で、すごく忙しいのにそういうことを言われるので、まあ、やれるものはやってみろというふうについ言ってしまったそうなんですね。はい、そうすると後日ですね、命令に背いたという理由で改善指導書というものを出されてしまう。あら、ただですね、やっぱり片手だけでやるというのは無理があってですね、数ヶ月後には
ピーク時ですとか仕込みの時は両手にしてもいいよというふうにルールは緩和されたということなんですね。しかし村井さん、監視カメラがあるんですね。監視カメラ見てるらしいんですね、調理場を。そうなんですね、はい、まあだけどそれ考えれば分かることだと思うんですけどね。いや本当ですよね、冷静になって考えればそれが遅くなるというのは誰でも分かりそうな気もするんですけれども、はい、まあ、ただですね、本当にあの従業員もっといろんな大変なことがあるというふうにこの方はおっしゃってまして、まあ、例えばですね、売上ノルマみたいなものも店長にとっては非常にまあ大変なことの一つだと。で、店舗の売上を出すためにですね、まあ、告発者の方が教えてくれたある店長はですね、自腹でなんと月に15万円分もステーキをですね、従業員におごってそれで売上をつけていたと、いわゆるまあ自爆営業というやつなんですけども、まあ、それぐらいまで追い込まれているという情報も教えてくれました、ね。村井さん、そういった、まあ、あのいろんな思いが週刊文春には寄せられてきてるってことなんですね。はい、もう本当にいきなりステーキだけじゃなくてですね、今本当あらゆる外食チェーンからうちも大変だという声が本当に届いていますね。そうですか。まあだけどこの業績はね、確かに苦しいとは言うものの、働く人もこの苦しむのはいかがなものかと思いますよね。いや、やっぱり働く人が幸せで、そこにやっぱり来るお客さんにそれって伝わるもんですからね、はい、働く人にとってのいい環境というのはやっぱ作ってほしいですよね、はい。詳しいことは今日発売の雑誌週刊文春、または一日早く読める週刊文春電子版、ぜひお読みになってください。今朝のこの時間は週刊文春電子版コンテンツディレクター村井源さんにお話を聞きました。村井さん、ありがとうございました。ありがとうございました。